どうもラモーンと申します。今回の動画、阪神タイガースのソラーテ選手を作成しようという動画です。現段階ではプロスピ2019ソラーテ選手が実装されていないので、ちょっと作ってみようかなと思いました。作成にあたってなんですが、ソラーテ選手の能力をちょっと自分なりに考えてみました。それがこちらです。ネットとか調べたり、他人の意見を参考にしたりとか、そういうので考えてみました。ちょっとね、人とは食い違う部分があるかもしれませんが、その辺はお許しいただければと思います。動画はね、カットなどして一本の動画にしようと思ってますので、見やすくはなってるかと思います。なので気軽にご視聴いただけると嬉しいです。では行きましょうか。じゃあよろしくお願いします。よし、では作っていきましょう。大阪でいいか。は阪神で、名前とかも作ってあるんで、ほい。顔はね、できる限り似せたつもりなんですけど、似てない。仕方ないですよね。パーツが少ないんで。どうしようかな。高め得意ということで。よし。アイテムか。ソラーテの能力ならいらないっしょ。作れる。さあ練習試合。あ、だちか。打てるかやな。うわ、低弾道。違う。パワーヒッターで。よし。行こうぜ。2番ソラーテ。そうか、左か。二塁いける。ホームラン打ちたいな。ソラーテはどこが得意なんやろな。なんとかあんまよう分からへんな。ごめんやって。回ってくる。打とうぜ。こいつナックラーか。左に打ちにくいな。打点ついたし、いいでしょう。ボロ勝ちやな。大蔵やな。これレギュラー決めよう。そうか、右の方がやっぱなんか空ってちっちゃいな。180のはずなんだ。前作ってた選手がでかすぎる。なんだ、早いか。これやらかした。どうだ、低いな。
点取ってくれ。怖い怖いんです。あぶねえ。あとはキャプテンだな。 GD 返してくれ。おいいね。可能を打とうぜ。来い。はい。OKOK。とりあえず帰ってこい。走れ。まあ、結構ね、このやってるのは投手の育成をちょっとねやってるんですよ。どれぐらいの選手が作れるのかなと思って。現段階ではまあ全然いいのを作れてないんですけど、まあなんか大体でもな一緒やろな。結局投手も野島なんですよ、ね。投手はもうもっと野島かな、おそらく。能力、変化球の能力を直上げしてくれるんで、まあ、その辺もなんか動画出せたらいいかなって今思ってます。あとまあ大会チャレンジとか練習チャレンジの動画もね、まああれどうなんやな、まあなんていうんですか、コンプリートよ、トロフィー用っすね。練習チャレンジやったら400と500の選手を作ったらトロフィーで、大会は550とかね、まあ、その作り方というか需要あるかどうか分かんないですけど、まあ、その辺も作ろうかなと。まああと考えてるのはなんか OB の選手とか作ろうかな。僕が今めっちゃ作りたいのは落合博満。やめて。落合博満を、1年チャレンジで作ってみたいなって。まあ落合さんもそこまでで、あでもどうなの、まあ、その辺の能力とかもねどうしようかな。自分がその査定する力がそんなないんで、まあ、もし落合さんはこうじゃないかみたいになったら教えてくれたりしたら嬉しいですけどね。どうだ？うえ。あは。真ん中。よし。ガツイカーブなりな。あ。ちょっと今のは見なかった。野島。来やがったな。ホームランを出してください。カノさん。うえ。来た。来ました。加藤。11安打2得点。どういうことや。来い。カーブやめろって。カーブとスプリット。オッケー。ダメか、危なボールかな。ああ。
いや届かない、いけいけ、めっちゃ、さあ最後の試合、まあ、多分ここで負けてもできそうですけど、まあ普通にやりますか。久々に打ったね。うえー、弾丸、あ、うまいな、来た。あー、ソウルいるな。お、いいね、三振。よしよし、ソウル1個でいっか。どうしよっかな、最後の試合。うん、一応、いや、いけるやろ、打てる打てる。よし、よし、頼むよ、やめてよ、魔の破壊やめてよ。うん、ああ怖い、来たか。育てくん、そんなこと言って何も出ないよ。はい、これちゃんと出るんじゃないか。茶番やな、茶番ある。ライバルたちと競い合い、つい来ました、打ちましょう。さあチャンスが続き満塁の場面、全員歩いて返すわ。初球、ぐんぐん伸びていく、入った、ホームラン、勝ち越し、グランドスラム、打った大きな打球だった、レフト、入った、入った、圧勝じゃないか。まだ回ってくる。バッターボックスには2番、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。ツーアウトランナー、ホームラン記録抜こうぜ。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。10インコース決めました。12本、ノーボール2ストライク。しっかり捉えた、よし、下がっていく、下がっていく、3本、フェンスを越えた、あと9本。見事、高校野球ファンがストライクと追い込んでいます。危な、打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、入った、ホームラン、あと8本。どう、いい打球だ、ライトが下がっていく、届いた、ソロホームランが出ました。白球高々と、お待たせいたしました、全国の球児たちの憧れ。さあ追加点のチャンスです。これが1球目、初球打った、入ってこい、よし、頭上を越えていった、二塁ランナー三塁を回った、来た。さあこれが初球、どうだ、打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだ、どうだ、センターオーバー、全部進化しました、セカンドランナーホームイン、楽勝やな、遊んで強い。よし、オッケー。
前の実力や。みんなが応援してくれてるな。さあ、ということで一応終わりました。どうしようかな。容姿ちょっとなんかちっちゃく見えますよね。あれウィキでちゃんと見てんけどな。細いな。あれ標準型になってるやん。おいおいおい、どういうことだ。お尻は99やろお前。99。なんかちっちゃく見えるな。まあいっか。じゃあ能力っすね。で能力を、どうしよう。まあ言っていた積極性は取りましょう。取りましょうというか上げましょうか。どれぐらいだろう。 B かな。個人取って先入観はどうなんだろうな。 E ぐらいにしときますか。で強打でしょ。あ、どっちがいいんだろう。強打かな。この辺ちょっと分かれんな。調子もどうなんやろうな。積極性 A にしよう。どうせ余るし。チャンスとかもな。でも結構初級から行くイメージはあるんですよね。だから初級はつけとくか。でミートやな。ミートはもう D はないと思うねんな。パワーもどうするか。さよなら取ったでしょ。存在感はつけとくか。ちゃちゃちゃ。威圧感はなんか、行き過ぎな。で、連発取って。パワー、総力どうしようかな。25ぐらいにして。疲労回復力。なんかタフそうなイメージはあるんですけど。怪我しにくさ。丈夫そうなんで B にしておきます。問題はここやな。セカンドは D にしましょう。で型を B の75、スローイングはいいかな。補給もいいかな。 E もあるんかな補給。まあまあ。でサードは45、ショートは40、ガイアは F、 ファーストも F の25、ライトどうしようかな。ライトも F でいっか。余るな。すごい余るな。レーサーしようかな。パワー S はやりすぎか。89にしておきます。で、まあ、ここまでは どうしようかな。真ん中強くしようか。真
強くして一旦決定してアイテム、あ、忘れてた、いらんわこれ、あってもしゃあない、で三振つけて、まあ、バントも絶対できないでしょうから、まあ、盗塁も下げて走塁も下げて内野安打も下げてバントダッシュ、これはいらんな、こんなもんかな、疲労回復力があるとこ、47にしよう、うん、これで OK、 これでいきます、ソラーテ、一応まあ目標としてた、ちょっとまあ初めのあれとは変わったかもしれませんが、まあ目指してたような能力値にはなりました。これで終わりたいと思います。そうですね、まあソラーテの作成は終わりということで、でまあこの後の動画なんですが、まあいろんな選手をねちょっと作っていきたいなと思ってるんですよ、まあ、OB の選手とか、今僕が一番作りたいと思ってるのは、落合博満、落合博満をちょっと再現して作ってみたいなと、あとはまあ野手の育成方法みたいな動画は出したんですけど、まあ、投手も出したいなと思ってますし、あとまあ大会チャレンジとか練習チャレンジの方の、まあ、育成というか、あのトロフィーでねあるんで、まあ、それ用の動画とかもちょっと上げようかなって現段階では考えています。まあ、次の動画が何になるか分かりませんが、まあ、動画をね視聴いただいた方はありがとうございました。まあ、次回の動画ももしよかったらご覧ください。でチャンネル登録とかしていただけると非常に嬉しいです。では今回の動画はソラーテ無事にできたと、まあ、能力はね、まあ、こんなんじゃないみたいな賛否両論はあると思いますが、まあ、見ていただきましてありがとうございました。ではまた次回よろしくお願いいたします。では失礼します。ありがとうございました。